スリー。中村拾った、福大大堀ボールです。福大大堀、長野が戻ります。でここで3年生2人戻ってきました、はい、坂本、星野が戻ります。これ戻るプレスが多いですね、はい、はい、ただ、プレスかけたいところですが、なかなかゾーンをやって前で3年生2人が動いています。そうですね、ボールが動きすぎですね、止めたいですね、はい、取りました。逆にこう走らなきゃダメですね、今ね。そうです、通らない。星野からブバカンディアへのパス。やろうとしていることはね、いいことやろうとしてるんですね、ちょっともったいないですね、ターンオーバーが。福大大堀ボールです。福大大堀は先ほどファールがあってチームファールが4つになっています。中部大地はまだ1つ。すぐ大堀はもう時間を切っているので、5分切っているので、もうゆっくり時間をかけますね、やっぱり、はい、エアボールです。こちらは急がなければいけません。そうですね、坂本、小沢来た、もう1回坂本、坂本のシュートが決まって、ここで福大大堀がタイムアウトを取りました。インターハイ2017バスケットボール準々決勝男子、中部第一と福大大堀の一戦をお届けしています。この試合に勝った方が準決勝に進みます。でその準決勝の対戦相手ですが、今もう一つのコートで帝京長岡が50点ほどのリードをつけているということです。まだ試合は終わってはいませんが、かなり帝京長岡濃厚ということになっています。もちろんこの試合もまだ終わっていません。あと4分、ね、ただ点差がちょっと厳しいので、はい、中部第一は急がなければいけません、はい、リバウンド強いですね。井上、ファールになりました。ムバカ・アンディアへファール。井上からパワーバックしてないですもんね。逆に勝ってるところもありますよね。相手の外国人選手飛ばせますもんね、パワーで。なんか いい選手ですね、本当に、はい、ここで中部第一は張本を入れます。小沢が下がります。張本も3年生、187センチです。フリースロー1本目は落としました、井上。200センチの井上です。2本ともここは失敗です。早く打ちたい中部第一、ね、ただ打てない、はい、あ、打った、ね、こういう距離で打ってしまいましたね。スリーポイント決めました、坂本誠が。これディフェンスですね、ここからもう1回、これで坂本15得点。ただもう一人の頼れる得点源である星野がなかなか今日は打たせてももらえません。そうですね、この距離から打ってですね、このリバウンドが取りたいですよね。そうですね、ほとんどオフェンスリバウンドが取られてしまっています。まあ、ブバカ・アンディアエタがいますんで、そこだと取れるんですが、ここ決めました。うまいですね、今のもね、外して入れるという技術ですね、個人の、長野です。はい、実はこう3分で10点、12点だと、まあ、チャンスはいくらでもあるんですね、それをやっぱり小町選手がですね、ちょっと思ってなきゃダメですよね、こういったプレーが絶対止めなきゃダメですね、はいはい、まだ福大大堀ボールです。福大大堀を引っ張っているのはキャプテンの長野、それから副キャプテンの山本、あとは中田は、まあ、自分も中心となってやっています。そうですね、はい、まあ、今年は絶対決勝に行けるようにとも話してました。はい、やっぱり個々のスキルが高いですね、オフェンスもディフェンスも。そうですね、はい、ここも取りました、井上、はい、リバウン
のプライド厳しいやっぱりね、ショットクロックがあと3秒時間を結局使いました。そうですね、はい、まあ、点にはなりませんでしたが、これで中部第一が攻める時間が減りました。そうですね、はい、2分8秒、はい、無理してターンオーバーを起こすよりは、サイドから守った方がいいということを考えますよね、はい、まあ、5人が本当にバスケットの偏差値が高いというかですね、そうですね、そういうことをよく理解しているということですよね、はい、まあ、これも慌てて攻めないですよね、もう、はい、福大大堀のメンバーの何か代表歴とか見ますと本当にジュニアだったり、そうですね、そのあたりの経験が本当にみんな豊富で、はい、本当に高いレベルのバスケットをやっていた選手たちが集まってきたような、そうですね、はい、今のパス一つにしてもですね、まあ、ノルックパス出してるんですけども、ただ他の、選手もそのパスが来るということをよく理解して動いてますよね、はいはい、今はウンディアイのファール、ウンディアイは個人ファール3つ目、皆様方の誘導を行います。これは外しました。福大大堀は今の時間を使って11番の西田光陽1年生を入れました。ご注意ください。あ、このオフェンスリバウンドも取りました。まあ、これだけ、まあ、リードしてますが、今映りました片峰コーチの表情を見ますと全く緩んでいるところはありません。そうですね、はい、まあ、全然ランの、ね、感じられないしね、やっぱりこういうオフェンスのルーズボールがですね、まあ、7、8割今大堀が取ってるんですよ ね、 すね、はい、ほぼ今はハーフコートになってます、はい、ここも抜けるブロック、つないだ、あ、出てました、よく粘りました。ただラインを出ていたというジャッジです。小沢が戻ってきました。あと1分6秒です。ちょっと中部第一からすると厳しい点差と時間です。そうですね、これウィンターもありますし、そうですね、まあ、それを考えて来年の IC 体も考えてですね、もっと自分たちのいいバスケット、いいオフェンスにつなげとかなければダメですね。逆に言うとリードですね。この残り時間で何か次につながるものを見つけたいですね。そうですね、だからこういった展開になった時でもですね、はい、そのインサイドアウトっていうバスケットを忘れずにですね、やっぱりボールを動かすということでしょうね、やっぱり、はい、もう全くワンゲーム通してあまりボールがいい動きをしてなかったですね、やっぱり、はい、まあ、やろうとしてることは分かるんですけどね、ワンオンワンでやろうとしてることはよく分かるんですけども、それがいい方向に作用しなかった。そうですね、はい、そういった部分をちゃんと大堀がスカウティングしてですね、はい、ちゃんと守ってましたからね、やっぱり、ね、はい、ここまであと残り40秒ほど、48対65福大大堀リードです。福大大堀は今大会はまだ60失点以上を現時点でしていません。そうですよね、あれだけいいディフェンスをやってるとですね、まあ、マッチアップの途中にマンツーに戻したり、まあ、チェンジングをなんかディフェンスやってるんですけども、まあ、そう本当によく足動いてますよね、初戦が57失点実践学園で、その後53失点近日長崎西で、東山も48点に抑えました。そうですよね、はい、まあ、東山も48点に抑えたっていうことで、でもうディフェンスが相当いいっていうことですからね、はい、中部第一のチームファール4つ、ただもう残り時間がありません。つなぐ浅いパスがうまくつながった、まだ持ってます、落ち着いています、かわしてこのリバウンドにも来ましたが、ここは取れませんでした。藤井、残り10秒、去年おととし夏は初戦で涙を飲んだ福大大堀、中部第一も49点に抑えました。
愛知の中部第一と福岡の福大大濠の一戦、試合が終わりました。49対65、福大大濠が準決勝進出です。